なんかごちゃごちゃした中に可愛いやつがいるよ。黒犬おじさんはこんなことをしているんですよ。もうアームだらけにしちゃうしね、機械の線だらけだしね、ここにもなんか機械があるしね、まあ大変ですよ。はい、ではもう泣いてます。うんちゃん、うんちゃん、うんちゃん、いいかね、うんちゃん撫でてほしいの。はい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 、うんちゃんね、今ね、なんかジャン君と走り回ってたのね。うんちゃん、お兄ちゃんと走り回ってたの。ちょっと足踏まれたのか、なんか足ちょっとポリポリってしてたのね。ポン、あ、ジャン君を見ています。ポン、こっちにジャン君が、うん、こうに行く、ほら行く、よいしょ、どれ、うん、すっごい見つめとったよ。またそこって行くの、走りたいんでしょ。遊びたいの。あ、一緒にお水飲みたいの。うん。おかわいいな。ジャンク。ジャンク。さ、寝よ。ジャンクのポンちゃん。今7時ちょっと前です。おはようございます。さて今日も。午前中は金融機関ですね、信用金庫に行ってちょっと相談をすることになります。いい結果になるかどうかちょっと分かりませんが、とにかく行くだけ行って話をして、そして将来の展望が明るいというふうに捉えられるよう頑張ります。とにかく仕事さえ発生していればなんとかなります。そしてそれ以外にこの3年のコロナのおかげでオリジナルコンテンツが、やれるようなとこまで来ましたので頑張ります。全部関連しているっていうのをよく分かっていただけるといいですね。はい、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんさえいれば大丈夫だね。ポンちゃんが頑張ってくれるね。のどかだね。と言っている間に時間が経って、これから金融機関に頭を下げに行ってきます。二人で頑張ります。まあ昨日も今日も割と苦手なことが続きますが、頑張らねばね。多分事業計画書というのを作る羽目になると、羽目っていうかね、思うんですが、これもまた一つ苦手な分野でですね、箇条書きの方がいいかどうかを今日確認はしてきます。前に、作った時には箇条書きに直してくださいって言われました。なんと絵本のようなものを作っていったからです。その方が僕はわかるのに、なぜ世の中の人は文章でしかも1何々じゃないとダメなんでしょうか。頑張ります。